あ、矢沢、矢沢のシュート決まった。先制相模原。前半の29分、今日フォワード起用の矢沢のシュート、矢沢のゴールは2試合連続、1点先制相模原、これで3試合連続の先制点。スローインから川上をここで引き離して最後シュート。西ヶ谷監督の